おはようございます。今日はですね、GU× ユニクロじゃないな、アンダーカバーということで、コラボのね、あの商品が出たということでチェックしたらですね、いい感じだったので購入しましたという動画です。非常に YouTuber、ファッション YouTuber 的な動きを今回このチャンネル初めてですね、リアルタイムで売ってるものを紹介できるかなと思って急いで動画撮ってます。前回の動画ですね、 UT ストリートファイターを買ったと思うんですけども、それで火がついたと言いますか、品質とデザインと何よりも価格が素晴らしいことを再認識したので、今回 UT かけるアンダーカバー、アンダーカバーもこの間、サンダルを買ったのでちょうどいいかなと思って、購入しました。で、その購入品が今20分前ぐらいに届いたんですけど、それを早速開けていこうかなと思います。まずユニクロをオンラインで買うっていうのも初めてですね。おお。じゃあまずこれですね、よし、これです。1着目がこちらです。今回のデザインの中で、オズの魔法使い使ってるのが何個かあったんですけど、多分こう普段 GU とかアンダーカバーはちょっと詳しくないですけどとか着てるとか、ユニクロのコラボ系、ユニクロ U とか C とかあるんですかねとか着る人には全く刺さらないんじゃないかなと思ってただ古着好きな人とかストリート系、スケート系のブランドとか着る人は結構刺さるんじゃないかなと思って、僕は刺さったんですけど、このプリントの感じと、文字も淡いオレンジ、ちょっとベージュ入ってるようなサイド低めのオレンジの文字が入ってるってとこで非常にグッときたんですけど、なんといっても1990円、この GU 価格のすごいんじゃないかなと思って、ちょっと時期的にもう9月も終わり10月入るんですけど、まだね暑いし、僕は仕事中は T シャツなんで、仕事でも着れるなと思って購入しました。こんな感じですね。魔法使いチームと文字が入ってる、シンプルでバランスも良くて非常にいいんじゃないでしょうか。結構本当デザインとして古着をサンプリングしてんじゃないかなとも思うぐらいなんですけど、オズの古着とかだと2、3万とかしちゃいますかね、あの 90s とかで出てたりとかしたら、なんでそれが1990円で買えるんでかなりいいんじゃないでしょうか。ただなんかこれ S サイズなんですけど、結構大きめなのかなと思いました、サイズ表を見て。でサイズ表を見ると、S サイズで着丈70の身幅53あるんで、S というよりはもう L とか下手したら XL はないか、L ぐらいの感じなのかなっていうところで、ちょっとこうストリートブランド寄りなのかなと、大きめに着てくださいねっていうメッセージなのかなと思うんですけど、僕は、そこまで大きく着るのが今自分の中のトレンドじゃないので S サイズで買いました。はい、というわけで1着目が、オズの魔法使いの T シャツ1990円です。いや、次行きましょう。次はじゃあですね、白のスウェットで、今回というかこっちも、オズの魔法使いのドロシーがバーンと顔バーン入ってて赤い文字、これは古着のサンプリングっていうよりはもうなんかシュプリームとかでそれこそバーンって出しそうなようなデザインなのかなと思って、やっぱちょっとこう普段のターゲットの人たちと違う人たちが今回買うんじゃないかなと思って、逆に言ったらあの在庫あるんじゃないかなっていう感じです。今撮ってるのが
9月29日13時なんですけど、ネット見る限りは全然まだ買えますので、他のアイテムちょっと見てないんですけど、他のアイテムがもう売り切れてて、この辺が残ってたとしたら、まあ、全然刺さんなかったのかなっていう感じで、逆にチャンスかなと思ってます。僕もその UT 手出すまでは、そのユニクロとかこういう GU のダブルネームとかコラボの時は全くチェックしてなかったんで、今回たまたまそれこそ Yahoo ニュースで上がってて見たぐらいなんで、結構逃してる人もいるのかなと思って、でこれが2990円、スウェットが2990円なんで、めっちゃいいですよね。これも裏肝でっていう感じですね。分厚すぎず薄すぎずちょうどいいぐらいですね。これもあのサイズ感ちょっと大きめに作られてたので S サイズにしました。こんな感じでドロシーさんがいて文字が入ってると。これが着込んでいったらこのプリントの感じとかどうなっていくのかなって、やっぱどうしてものっぺりしたプリントだなとは思うんで、これがなんかちょっとこうやれていくのかどうかはちょっと着込んでいきたいなと思います。インクジェットプリントだと思うんで、そんなにこう汗感とかは出ないのかなと思うんですけど、うん、めちゃくちゃ着込めば割れてきたりとかするのかなと思います。ただこの辺はもう僕仕事中の作業着として着る気満々なんで、ちょっと汚させてもらおうかなと思ってます。はい、というわけで、2着目はドロシーのスウェットです。はい、じゃあ次がまあ最後になっちゃうんですけど、はい、ですね、パンツ、デニムのパンツ、一応商品名はデニムコンバーチブルワイドカーゴパンツ、カーゴパンツですね、デニムのカーゴパンツで、ここのゴージップ入ってて、まあハーフパンツにもできるし膝だけ出したりとかもできるってことなんですけど、僕はあのゆったりしたパンツ普段あの今も履いてますけど、ペインターが好きなんで、ちょっとこうそれより、まあ、カーゴはあんま履かないんですけど、この感じはちょっと履けるのかなと思ってて、で僕はパンツそのデニムとか全部そうなんですけど、少しでもテーパードされてると似合わないというか個人的には嫌なんですけど、これはそんなことないですね。気持ちテーパード、あとはドローコードがついてるんで裾絞れると、裾絞りたい派の人は絞れるようになってて、ツーウェイになってるんで非常に優しいんじゃないかなと。デニムの質感としてもいいんじゃないですか、汗感とか、あの嘘くさくないしやりすぎてないしっていう感じですね。しばらく履いた時みたいな色合い、ちょっとこう色褪せたところが黄ばむというか、いう染め方をしてるのかなと思うんですけど、ちょっと詳しいこと見てないんであれなんですけど、ちゃんとやってるなっていうところで、これがなんと3990円で、これだったらめちゃくちゃいいのかなと思って、ちょっとこう若い感じにはなっちゃうかなとは思ったんですけど、多分大丈夫ですね、この感じだったら。これもちょっと仕事用で汚す用が1個欲しかったんでこれ買いました。でこれも同じくサイズ S、 サイズ表を見てると、こうウエストをちっちゃくしたらこう全体的なシルエットも細くなっちゃうとかも多いんですけど、これそんなことなくて、ウエスト絞ってあってもしっかりとあの幅出てるんで、裾幅、僕結構裾幅をめっちゃ重要視してて、これね、うん、S サイズでも裾幅26センチあるんで、かなりあのゆったりぶったり、これが僕の中の基準なんですけど、あのペインターとかあのスラックスとか、裾幅22以上っていうのを自分で決めてて、じゃないとあの、まあ、ウエスコのエンジニアとか履く時とかにあの詰まっちゃうというか、スンって入らないんで、結構ね裾幅気にします僕は。で22とか23センチ以上あると、まあスニーカーとか履いた時に僕もあのかかととか気にせずずっちゃうんですけど、ずってかっこいいシルエットになるのがそのぐらいなのかなと思ってて、なんでストレートで裾幅が広いものが好みということで、まあサイズ表を見る限りいいじゃんと思ったんで買いました。こんな感じですね。ここでセパレートできる感じですね。でパッチも入ってて、このここの汗たところに色を入れてる感じが結構リアル。
あ、それこそ今履いてるのとか見えないか、今履いてるのとかもリアルな汗ですけど、この辺の質感っていうのも結構うまい加工なんじゃないかなと思います。ダメージデニムというか加工デニム苦手な人もいいんじゃないかなと思いますけど。で、色が3色あって、これは、63ブルー、薄い方のブルーです。67ブルーという濃いブルーとダークグレー、まあ、ウォッシュかかってるブラックみたいな3色展開ですね、の一番薄い色を買いました。はい、というわけでこの3着を購入しました。全部買っても1万円いってないのかな、いったか、いってないですね。1万円いかないぐらいで購入をできてるっていうのがすごいなとまず思うのと、品質もいいしデザインも好きということで、非常にいいお買い物がこの秋できたかなと思います。まあ、なんといってもリアルタイム更新ができたっていうのがすごい嬉しいですね。これを今、どんだけのスピードで編集できて投稿できるかというところで、ただ在庫はあったし、デニムに関してはまだ店頭販売してないみたいで、オンライン先行販売ってことなんで、この動画が上がったあと10月上旬って書いてあったんで、店頭に並ぶということで十分買えるのかなと思います。はい、というわけで今回は GU×アンダーカバーの商品を買いましたという紹介動画になります。購入品紹介動画ですかね。はい、今非常に YouTube 熱というか編集ブームが、来てまして、もうずっとこうなんですけど、今の趣味のブームがちょっと編集ってところもあって、ショート動画出したりとか、まあショート動画出してるのはインスタからの流用なんですけど、インスタで、リールとかね出したりとか、普通の人から比べたら少ないんですけど、自分からしたらものすごいペースで今出してるので、よかったらインスタグラムの方もぜひ見てください。はい、というわけで、次の動画もなるべく頑張ってやっていきたいなと思いますので、ぜひまた見に来てください。ではまた。